さあでは、そうそう、1人1つ喋ったところで、うん、もう1周しましょうか。お、2周目、2周目して、うん、都市伝説の語りは終了にしようか、うん、しましょうか、はい、思いますんで、はい、では、まあ、そのまま流れで、あ、僕がいいやつだ、これ結構割と有名かもしれないですけど、うん、僕が15年ぐらい前の時、ネット、インターネットっていうのも普及してた頃に、黎明期に怪しいワールドだったんですけど、はい、今でいう2チャンネルの母体ですね、うんうん。2チャンネルの母体になったサイトなんですけど、うん、掲示板があったんですけど、うん、そこのところに、あと投稿で、なんか俺は童貞だ、童貞だ、童貞だって地球に投稿してるバカがいて、うん、まあ、まあ、なんか、私は空白さなってるのか、73とかじゃなくて、2チャンネルみたいに73とかついてなくて、73、うん、投稿すると空白なんですよね。なんか空白3人が、うん、当時、なんか、俺も童貞だ、俺も童貞だ、俺も童貞だってね、変ってね。童貞ってずっと言ってる。言ってるみたいな。うん、なんか ID が出てるね。したら、なんか、ID でもついて、なんか、今の2チャンネルみたいに。したら、なんか、それを見て、なんか、寂しいと思ったのが、誰かが、ディズニーランドに行けって言われた。なんで？ってみんなが聞くときに、先生に、中に入っているミッキーは女だって言って。身長的にどう考えても同じかやから。うん、なんかあの、都市伝説。っていう噂はありましたね、ネットで。だからこれね、これね、検証僕しに行ったんですよ、実際に。うん、あの、確かにミッキー、施設知ったですよね。ああ、キャラ的にね。ええ。明らかにみんな、あの、ミッキーの可愛さに騙されてて、身長気にしない。確かにそうかもしれない。うん。うーん。あの、路上に出てくるミッキーはもう明らかに。して僕も、決定的なのとミッキーを見つけちゃうんですよ。ミッキーマウスは女子しかやれない説。ミッキーマウスは女子しかやれない説。はい。ちょっとこれちょっと差し絵がちょっとログラムじゃないですけど。うん、あらまあ、あらまあ。まだね。見てください。身長僕の方が明らかに大きいですから、ミッキー。ちょっと言葉が気になりますけど。そういうことなんで。それは、そう。それ、ラッシュさんの前で見せていいかったのか。大丈夫です。大丈夫です。ミッキーでちょっと。ミッキー大好きなんで大丈夫です。ミッキーとしてきました。あ、でも気づいたら、まあ今、あの、放送を見てる方はわかんないかもしれないですけど、今の画像のミッキーの足、うん、あ、綺麗なんですよ、形が。うん。うん、男の人のゴツッとした足じゃない。確かに。うん、背も低いし、うん、確実に女性でしょうね。うん。そうなんですよ。だからめちゃめちゃ。いい思い出はできてよかったね。よかったね。うん、夢の国だからね。夢の国だから。大人の。違う違いますよ。子供の節句と大人の節句、やめましょうね。はい、そうですね。うん、はい、いやー、まぁ、あ、ちょっと話が飛躍してる部分もあるんで、それはちょっとオフの時にちょっと話しましょう。あのね、これはね、やっぱりあの北海道なんで、うん、僕あの、まあ、さっきのね、あの駅名は増えましたけど、まあ、うん、特定の場所を、はい、はい、ね、あの、日本三大がっかり名所の一つ、がっかり、はい、話を、はい、はい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 、あそこですね。まあ、これはね、あの、まあ、これも有名な話ですけど、はい、まあ、時計台のね、話です。はい、はい、あの時計台、あの、まあ、みんなね、分かると思うんですけど、はい、あの、まあ、住んでる人は分かるんですけど、あの大通りと札幌駅の。